毎度ネギ前です。はい、というわけで今回久々にカラオケにやってきました。半年くらい前に2回目 の, そのカラオケで90点以上狙ってみたアカペラのやつ、あの大人の事情でね、著作権もろもろがあって音楽は流せないので、そのまたねリクエストいただいてたんですけど、そんなに期間スパン早くても需要ないだろうと思ってて、まあ、とりあえず半年ぐらい経ったのでちょっと久々にやっていこうかなと思います。あの毎回言っている、本当に私軽音部で一応歌ったりはしたものの、家族みんなからもう幼少期、もう多分生まれた頃から言われてたんだと思うんですけど、音痴って育てられたので、あの温かく見守ってもらえたらなと思います。これもまた暇つぶしで見といてください。早速歌っていこう。今ちょうど蒼井翔太さんの PV が映った。どうしよっかな、最初ちょっと静かな曲からいきます。静かな曲、なんやろ、基本的にあの声優さんの曲か、あとアニメのオープニングエンディングとかそういう主題歌にしようかなと思ってます。まれにボカロとかも入る可能性はあります。一応ね、前歌ったやつスクショしておいてて、あの被らないように見てるんですけど、もしかしたら間違えて被ってたらすいません。多分大丈夫なはず、多分ね。優しさの理由、評価の曲です。吹き込む風に曖昧にうなずく手のひらの今日、描いてる自分は少し方言され、何か変わりそうな気がしているよ。心に呼び立てる君のせいだね。曇り空覗いた予感、手を伸ばそういつよりも力強い勇気で、光も影もまた遠くて、それでも僕らは優しさの理由が知りたい。今は誰の名前でもない輝く難しい。あ、ちなみに今日ジョイサウンドですの分析採点やってます。言葉のままじゃもどかしくて、だから何度でも不器用に重ねてしまうね。喜びも悲しみもここで意味が生まれること、二人気づき始めてるその理由も。無理だ、全然感想どこかわからへん。全然ダメや。あ、全然ダメです。お次の曲入れます。ちょっと2曲ぐらいは静かな曲で やりたい。最近アーティストデビューされた紀藤あかりさん、どの採点がいいの？全国採点が一番無難なのかな。とりあえずなんかあの分析採点がこれ出るんで、それでやってます。僕は臆病者だ、平気な顔して本当はどこかで恐れていた。あともう何十年、長い旅のどこかで落としてきたものを拾い集めよう。こんな自分が嫌いになっても、まだ僕は足を止めない。何十年先も歩き続けて、聞こえなくても。めちゃくちゃ難しい、テンポ取れない。え、どうやった、逆になんかテンポこんなやつの方が良かったっけ、どっちだったやろ。あ、やばい、90点。はい、いけました。え、待って、めちゃくちゃ嬉しいんやけど複雑。なんかさっきの方がね、なんかあのあれも合ってたんですよ、このミョーンってやつ。1回目 そのカラオケ動画撮った時はジョイサウンドしか開いてなかったんですよ。でジョイサウンドが私的になんですけど、ダムよりジョイサウンドの採点の方がちょっと高く出やすいかなっていう。でだから次ダムにしますって言ってて、でその2回目の時がダム開いてた時に撮影して、で今回はあのまた禁煙ルームがこのジョイサウンドしか開いてなかったんですよ。まあ、正直ダムもジョイサウンドも1回1回やったから、どっちでも禁煙ならいいなと思って、カラオケまだ入ってきて数十分しか経ってないので歌いたいやつを歌っていこう。
多分ね、昔1回目か2回目の時に恋愛サーキュレーション入れたんですけど、その曲じゃなくてもう一個ね、戦国なでこちゃん、あの花澤香菜さんの曲で妄想エクスプレスってあるんですよ。その曲めっちゃ好きなんですよ。歌いやすい、歌いにくい、難しいとかじゃなく、好きな曲を入れます。飛び乗って今会いに行きたいの、インパクト感じるだとか面倒くさいな、運命だから仕方がないよね、叶わなければこの恋は永遠に冷めることもないの、何も知らない目を閉じて可愛いままで欲しい願った、思い通りにならない、世界誰もいらない。87点。でももう1回ぐらい90越したい。私がすごいね好きな曲なんですけど、トライセールさんのサンセットカーブ、これめちゃくちゃ可愛いんですよ。 PV 見てほしい。今自分のねプレイリストからちょっと探してます。ばあちゃんハリアー、準備はできた、 OK、 もうまた生きる手のひら、だんだんスタグナ寄せてよ、技よ、勝負の時だ、鐘なり響く、超えてゆく、その時澄まされたこの心、一期一会に全てをかけて、最強で最強なこの必殺の技、ここで決めるさ、せっかくシャリシシャリシさ、必勝の花咲かせましょう、させたう叫ぶよ、高みの先まで燃えとば。87。交わした約束忘れないよね、閉じ確かめる押し寄せた闇、振り払って進むよ、目覚めた心は走り出した、未来を描くため難しい道で立ち止まっても、空は綺麗な星でいつも待っててくれるんだから、怖くない、もう何があってもくじけない。私今日バッテリーね全部で3つ持ってて、1個ねカメラに入れた状態なんですよ。で実は今日ちょっとあのここ来る前にちょっと撮影があって行ってて、そこで結構ねバッテリーも消費したんで、ちょっともうこれ最後の1個のバッテリーで、やばい、もう1回ぐらい今日ちょっと撮りたいの。恋の畑のシルエット重なる夜まであと何時間、泥棒猫はどこちなの、ヘッドホンは外さない方がいいじゃない、1週間前は可愛い赤いの、3日前は出したつむな青よ、今日の新作は強気な紫、明日は君のその隣の邪魔な子、恋の畑のシルエット重なる夜までもうあと少し、黒猫が通り過ぎたら十字路には気をつけて帰るのよ、久々に連絡が来ました、同窓会を開きましょうと、こういう手のくどいつどできる女子の本作ベスト3、この後最悪な事態になると知らず、君の好きなところ癖があるところ、無表情なのにキュッと上に上がる口角、合格点をあげるよ、夜つまるハイラブ、帰り道に買ったアイス残して、わずかに唇が君に触れる、触れ合う、触れ重なる、8月の夜つまるハイラブ、帰り道に買ったアイス残して。バッテリーとか的にも多分もうね次で最後にしとかないと、なんか中途半端に終わってしまいそうなんで、最後で次。夜空を舞う青、君が好き、まばゆい世界は雲を越え、ああ、この夢が果てるまで、終わりのない夜を壊して、涙を忘れと繋げよう、夜明けを探しに
や結局あの2曲目かな3曲目くらいの、 あの90点以降あの85、86ばっかりでめちゃめちゃ下手でした。まあ、ちょっと喉が疲れてきたので一旦休憩して、であとはもう自分で音を鳴らして楽しんで帰ろうと思います。それではお耳汚し失礼しました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。まいどー。